この問題はもうちょ一撃で終わらせるならばこいつだけはいオブってありますもうここだけですねでこれが分かっていればもうあとはまあ構造的に一応確認しておきましょうかであとはこうですえー、私の母親に学校時代を思い出させてくれるでこのえー、っと 名詞オブ名詞っていう形で思い出させるという意味を持っている選択肢はどれですかと言われたらこれはいずれもなんか思い出す系の意味になるんですよ。いずれも思い出す系の意味にはなるんですがでもオブとつながっている選択肢はリマインド「RemindA ofB」オブ B。A はもう基本4文形ですがこれ人ね。人に B を思い出させるという形。 あのちなみにこれ第4文型の「リマインド」っていうのはざっと説を取ることもありますのでこれはこれでねちょっと注意しなければいけないポイントなんですがもう一つ注意を喚起しておきたいのはこの「リマインド」という文章これってほら人じゃないものが主語で人が目的語の位置に来ているいわゆる無生物主語の構文を取ることが多いのが「リマインド」という動詞の特徴なんですね。ですから このディスソング、要するにこの歌が原因となって母は学校時代を思い出すんですよというふうに考えるならばまあちょうどこのこれが原因となって母は学校時代を思い出すというまあそういう結果を得るんですよという これを訳す時にもうっかり「この歌はいつも私の母に学校時代を思い出させる」って訳すと日本語としてはちょっとダサいですけども原因結果関係を読み取ってあげて「 あのこの曲を聴くといつも「母は学校時代を思い出す」って訳してあげるとすすごくきなな日本語表現になってきますねこの「人じゃないものが主語で人が目的語の位置に来てる時は因果関係を読み込んであげるといいよ」っていう無生物主語の訳質しっかり確認をしておいてください。